everyday moments are the important moments that connect us. Do you know that? Yeah. みなさんこんばんは。午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオから旧名古屋をお送りいたします。あの王子ね、鼻毛くり、ね、切りすぎてね、ちょっとチクチクしてるんですけど、今日も頑張っておしゃべりします。名古屋の滑り王子マスクマンでございます。はい、先週の土曜日は、リスナーオフ会で横浜に行ってきました。味噌煮込みスキーと同じく先週の土曜日横浜へお邪魔させていただきまして、リスナーオフ会に参加したダサズでございます。はい、以上の3人でお送りいたします。そして今週のテーマはファッション。はい、メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、リッスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州、沖縄から FM ギノワンを選択してください。そして今日は、名古屋は栄養コーナーがあります。このコーナーは、名古屋をはじめとする愛知、岐阜、三重についての魅力を紹介するコーナーです。22時18分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用命は、名古屋、中川名木、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル A とザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、こちらの提供でお送りいたします。先週ちょっと番組の終わりというか、番組終わってからですかね、メールが届きまして、ちょっと読ませていただいてもらってもいいでしょうか。はい、どうぞ。はい、どうぞ。こんばんは、フリームーンリスナーです。はじめまして。ありがとうございます。ありがとうございます。味噌煮込みスキーさんの名前を聞いたとき、シベリアの寒さにも耐える屈強なロシア人を思い浮かべました。ツイキャスの映像を見ると、優しい日本のお母さんじゃありませんか。名古屋の赤味噌味噌カツ、味噌煮込みスキーですかの意味だと思ってます。これからもメッセージしたときは、ヨロマグナムです。ということで。ファンレターが来ちゃった。なんかいいマグナム持ってそうですよね。何何ということでね、はい、フリムーンラジオのリスナーさんが聞いてくださったってことですかね。そうですね。またね、たくさんのメールを、ね、送っていただきたいと思います。FM ギノワンが盛り上がるように、旧名古屋もぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。じゃあ続いてメールいきます。はい。はいはい、タイ、名古屋チームの皆さん、こんばんは。カロリーメイトはフルーツ味が最強だと思うの。アレックスです。うん、私も思います。あら、食べたことないな、中学生の頃から、ミラコレやパリコレを見て、コレクションの本も買ったりして、服の絵も描いていました。でも自分の着る服には興味なし、フード付きのトレーナーとジーンズ、スニーカーで十分です。沖縄も今日から少し冷えてきますよ。王子のおかげです。そうだよね新型コロナには気をつけて、皆さん手洗い、マスク、うがい徹底しましょう。はい、ありがとうございます。ね、ちょっと、うん、愛知県でね、またちょっと
感染者の方が ね、 ね、出たということで、ちょっと結構深刻な、ね、またね、人から人へ移るっていうようなね、感じも出てきてますので、皆さん気をつけてほしいんだと思います。あの、一番気をつけてほしいのはね、王子の滑り金だよ。メルティーですか。はい、どうぞ、はい。ダンサーズさん、みそにこみすきーさん、そして滑り王子さん、こんばんは。こんばんは。読谷のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、ファッション。私のファッションのこだわりは自分にとっての定番です。気に入ったものはずっと着ていたい主義です。だから着方の基本はほとんど同じ格好です。普段着ではジーンズ。ジーンズはリーのブーツカット。現在5本を着回ししています。ジーンズの中でも厚手だと思いますが、その開き具合も含めすごく気に入ってます。そして靴は80年代の定番シューズ、アディダスの黒色ベースに白の3本線スーパースター2。この靴はあと2足買いだめをしストックしております。何年かおきに生産するようで、あと1足は買い足ししておきたくて、靴屋をちょくちょくチェックしています。そして靴下は5本指ソックス。これを使うようになってからは足の指が蒸れにくくなりました。作業着屋さんで厚手の5本指ソックスが売られていたら即購入です。ちょくちょくチェックしています。5本指ソックス超おすすめですよ。また長文ごめんなさい。番組最後まで聞いてますということでした。ありがとうございます。やっぱりおしゃれな方ですよね。同じ靴とかをね、何足かね、うん、持ってみる方はね、やっぱおしゃれだと思うんですよ ね。ちゃんとこだわり、ジーンズもシューズもこだわりが ね。王子はね、厚手のね靴じゃダメなんですよね。あの5本指ソックスってどうですか。いや、あのね、履いたことないんだよね。なんか、いいっていう人はいいって言いますよね。それじゃないと嫌だっていう感じぐらい、ね。うん、そうですね。やっぱり、一回履いてみてね、履き心地がいいっていうのがあるんでしょうね。ですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね。皆さんこんばんは。シャタンのエイリー、金魚デツ。デツじゃなくてデツなんだ。デツ。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。今から思えば、頬が真っ赤になるような恥ずかしい私のファッション遍歴でした。短大生の時は、人民服を着こなせる人間はかなりのおしゃれの達人であるとなぜだかすっかり勘違いして、人民服で普通に街をカッポしていました。人民服っていうのは、あ、でもなんかね、ちょっとそれを聞いて思い出したんですけど、ちょっと人民帽とか人民服流行った時期ありました。あ、でもなんかちょっとそういう中国雑貨が流行った時期があって、なんかちょっと着てた人 いました、いました。これまたすごいんですよね。はいはい。夏はスイカ柄のビキニを着て、スイカ柄の水着、スイカと勘違い。あら、まあそういう時には王子呼んでほしいな。お背中流しに行くよ。ヘアスタイルも刈り上げ、テクノ、モヒカン、いろいろ楽しんでいました。モヒカンにスイカ柄のビキニ、ありえないでしょ。新宿に住んでいた頃は胸の大きく開いたドレスを普通思って着ていて、太っていますが父は小さい。あら、払ってない。でも大丈夫ですよ。まあ、あまりこれ以上言いませんけども、母親には実家にこんなハレンチな服を着て帰ってこないでと怒られても、意味が全くわからなかったけどね。何がこうも自分のファッション感覚を麻痺させていたかは不思議ですが、これからもこのファッション感覚のズレは続いていく模様です。ほな、さいなら。あれ、ちょっとそこまで書いてあるんですね。そうですね。うん、エリさん、いい感じですよ。王子もね、昔はライオンヘアしてましたからね。ああ、ありましたね。ね、バツキンでですね。またこれがまあね、たまにこう、後ろにね、写真が貼られちゃうんですけどね。王子の場合の、ファッションって言ったらね、もう、上着着てないもんね。もう裸のヌーディストの感じですからね。それをね、写真撮られてね。なんか一時その写真がブロマイドとして出回ってたけど。出回りましたね。入りましたね。はい。はい。じゃあ次いきますね。はい。はい。こんばんは、横浜オフ会お疲れ様でした。はい。ありがとうございます。ラジオネーム富山のタッチョンです。ありがとうございます。お二人、シューマイ密輸しました？あ、しましたよ。
って言ってもね、2箱ぐらいですよね。ね、あ、はい、密輸ってことじゃないね。本当にお土産程度に買いました。はい。はい、1箱買ったんですけど、あ、二箱くださいって言って、その一箱のやつ指さしたら、二箱入りのこちらがちょっと安いですよって言われました。じゃあ、それでってなっちゃいましたね。ね、はい。で、僕はお腹の中に溜め込んできました、笑い。あら。あ、食べてきたんですね。食べたんですね。ああ、いいですね。まあ、ただちょっとお腹の具合がどれだけ増えたかが、わかりません。あれ、どうしたの？ダンサーズ珍しく寒い風が吹いてる。はい、ファッション。やっぱり40を過ぎたらアメカジとかではなく、すっきり綺麗系を心がけていますが、ちっとも綺麗に見えません。やっぱり土台が肝心なんだなぁと、痩せる決意をしながら横浜で買ったお菓子ハーバーを食べる今日この頃です、笑い。ちなみに和装すればボディラインがごまかせるのでおすすめです、ということで。ね、あ、そうですよね、和装。ね、あ、でも、タッチョンさん、確か三振引かれるので、三味線もやってますよ。三振だ、三振両方されてるね、うんうん。で、ね、和装姿でなんかね、うん、うん、似合いそうですよね。そうですね。うん、あのね、やっぱり、うん、体型に合った服って言いますけども、やっぱり自分のね、ご自分の好きな、ね、服をね、着こなしてる方はね、やっぱりかっこよく見えますよね。カップが良くてもね、外人さんなんかね、いろんな意味でその大きい画題でね、かっこいいですからね。それをわざわざ隠さないって方多いもんですから。王子はね、うん、それを無理やりいろんな風にしてね、着こなそうと思ってね、たまにね、王子でありながらね、ちょっとチンピラみたいって言われちゃってね。おだまり。王子タジタジなんだよね。おだまり。あ、ツイキャスよ。でもいいですかね。はい。埼玉 NK さん、おばんでやんすっていうことで。沖縄ニュアンチュールさんも、名古屋の皆さん、こんばんは。こんばんは。あ、タチョンさんもツイキャス見ていただいてます。メール見ましたけど、オツですって。オツです。はい、大城智也さん、ツイキャス。三人さん、こんばんは。こんばんは。来週、電話出演にてお世話になります。あら。もう来週の出演の、はい、ね。お話が出ちゃいました。ね。はい。ということで、来週は、大城智也さんが電話出演していただけますね。はい、楽しみです。大河内からもしさん、こんばんは。青森からツイキャス見てます。ということで、いつもありがとうございます。沖縄ニュアンチュールさん、名古屋でファッションと関連付けるとしたら、あれだな。そのあれだなっていうのは何でしょうね。うん、あれなんでしょうね。あと、はじめましての、はい、We Love コザシティさん。初めて拝見しましたが、最初名古屋と聞こえてびっくりしました。はい、確かに宜野湾の放送なのになんで名古屋かなと思いました。はい。名古屋ではないです。名古屋です。名古屋です。はい。はい、名古屋のスタジオから宜野湾の方に電波をは、あ、じゃない、宜野湾の方に回線をつないで、宜野湾から発信しております。はい。はい。ということで。大城智也さん、あ、別にいいですよ。気にしなくても。あ、言わなければよかった。いや、いいですよ。いっぱいやって、いっぱい宣伝していただければと思います。はい、ね、あ、そう。大城智也さんもう一個。テーマとは違う話になりますが、去年の暮れからツイッターをはじめ、ツイキャスにも参加できるようになったこともあり、最近いろんな人のツイキャスに遊びに行ってますよ、ということでね。あ、楽しんでますね。結構 FM 技能案のツイキャスいろいろね。はい。智也くんがいろいろ出てますよね。そうですよ ね、はい、楽しみですよね、はい、ということで、あ、いいですか、もう一つ、はいはい、NK さんが、はい、ファッションといえば最近服が縮むのよね、なぜかしら。あ、それはね、縮んだんではなくて元が大きくなっちゃったんじゃないですか。あ、言っちゃった。あ、言っちゃった。いや、それもう皆さんそうですからね。うん、人のことは言えないです。だいぶこの間の横浜の時に、ふくよかになられたような感じにも思ってしまいました。自分のこと結構棚に上げて言ってるけど、はい、あなたも相当よ。あ、私私は、遠近法で、なんとかやっておりますので、はい。じゃあ、遠くの方から歩いてんだね。そう。ね。そんなことでございます。はい。はい。はい。じゃあ、続いてメール読みますね。はい。こんばんは。トニモン団長です、仕事の疲労でなかなか参加できませんでしたが、この後地元のユニドンキーに行くのでメールしました。
ユニードンキっていうのは、ああ、そうかそうか。ドンキホーテ？ユニーとドンキホーテが今ね、ちょっと、はい。ね、くっついてるんですね。ね、そうですね。そうそうそう、はい、ユニーってでも、あれですよね、名古屋とか、もう地元ですよね。うん、名古屋の会社です。名古屋の。はい、うん、私は高校が服飾科の高校だったので、縫製ばかりの日々でした。卒業制作では、自分で服を作って、予選会で、予選会っていうのはこれ、送別会のことですかね、うん、予選会で披露するのがあって、その時期になると、毎日めんどくさい気持ちで作っていました。うん、お忙しかったんですね、学生時代は。ああ、はい。ね、服飾関係の方は結構そういう文化祭とかでね、ファッションショーやられたりとかね、するんですよね。うん、そのためにすごい、そのために一生懸命ね、作って結構卒業制作みたいな感じで。うんうん、そうですね。ね、はい、そんな感じなんですよ。はい。富山のタッチョンさん、富山のアーマルタもドンキになるそうです。そうですね。ドンキ化されてますよね。アピタですね。はい、はい、ドンキ化されてます。まあね。はい、ということで、はい、では、はい、一旦 CM でーす。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。キユナ小屋。はい、続いてですね、名古屋は栄養コーナーでございます。今日はですね、名古屋駅のね、名鉄百貨店、メンズ館前にね、エントランスがあるんですけど、そちらにね、なんとね、ダイナマイトバディのね、女性がいるんですね。皆さんもご存知かもしれないですけどね、まあ、名古屋のシンボルともなってますね、ナナちゃん人形ね、ございます。あのね、ちゃんとね、プロフィールがございましてね、昭和48年4月28日生まれ。身長はね、6メートル10センチ。高い。毛にでかいよね。体重600キロだって。重たい。あのね、あとはすごいよ。バストがね、2メーター7センチ。あら、ダイナマイト。ダイナマイトだね。ウエストがね、1メーター80センチ。ヒップがね、2メーター15センチ。すごいな。でもね、このなあちゃんはですね、季節ごととかですね、企業なんかともコラボしてですね、いろんなね、ファッションをね、してくれるんですね。まあ、いろいろ、こうね、資料なんか見てるとですね、2019年12月11日からはですね、スターウォーズのね、C3PO、ね、このね、格好になってるんですよね。で、またね、ちょっとね、遡りますとね、2019年10月23日はですね、エーサーナナちゃんになってますからね。あ、そうそうそう、話題になりましたね。沖縄バージョンですね。これはね、沖縄県、沖縄観光、コンベンション、
ビューローですね、こちらとのコラボってことですね。まあ、いろんな、なんていうのかな、まあ、企業さんとかですね、あと、まあ、宣伝 PR ですね、そういったものとコラボして、素晴らしいファッションだな、これ。ハイネケンもありますね。ハイネケンのなんかね、ロゴの入ったね、これはなんかな、ポロシャツみたいの着てますからね。あとはね、あら、これは名古屋のね、一引という会社があるんですけども、名古屋の味、献立いろいろ味噌、ね、かけて味噌みたいなもんですね。でそれのね、まあ、ロゴというか、デザインの、すごい、ワンピースですね。斬新。着てるんですよね。でやっぱりね、まあ、季節ごとということもありますので、こう、夏場になるとね、浴衣を着たりとかね。ただね、本当にこれずっと見てるんですけどね、スタイルがいいもんですからね、こういう本当に女性がいたらね、人間サイズですよ。これ6メーターもあったらね、とんでもないけどさ。タッチョンさんがツイキャスでね、名鉄バスセンターに行くとき、彼女を見ないと帰れないって。ああ、なるほど、ね。そうだよね。あれでもね、大体来てるんですかね、ヌードの時ってあるのかな。あ、ありました、あります。なんか、あ、今日何にもやってないんだなみたいな時ありますよ。ということは、とても色白な人ですよね。ね、色白、うん、そのね、股をくぐっていこうとするね、王子もちょっとあれかな。あ、それよくありますね。なんか股の下をくぐると、うん、愛が成就するんじゃなかった。あれ、そうでした。あれ、なかった、そういうの。でもね、一回はみんなね、男性陣だったらね、やってみたいなって思うんじゃないかな。本当にね、いろんなこう、ファッションね、っていう、着こなしをされてますけどね、うん、あら、すごいな、これね。ちょっとですね、いいですか？どうぞ。ツイキャスで、うん、We Love Koza City さん。今、エヴァンゲリオンファッション。そうなんですよ。ああ、そうだ。今、名古屋のですね、名所というか、そういったところで、エヴァンゲリオンとのコラボ。やってるということで。空港もなんかね。空港もそうですし、あと、名鉄、電車の方も、ラッピングされてるというふうに聞いております。We Love Koza City さん、今は股の下通れなくなりましたよって。あれ、そうでしたっけ？あれ、そうなんですね。あと自分の時はもう何度も通りましたよね。何度も。タッチョさんも、ナナちゃん足元から上見上げると、なぜかドキドキする。だよね。ね、うん、だよね。はい、ということで。はい。ナナちゃんの話で、名古屋は栄養コーナーでした。ありがとうございました。キユナ名古屋。はい、引き続きメールいきます。はい、おばあからもらったプライベートジェットさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。先日はね。先日はどうもありがとうございました。はい、本日のテーマファッション、はい。私はどちらかというとファッションには無頓着な方ですね。流行りに敏感でもなく、数年前の服を普通に着てますね。おしゃれな人はかっこいいなと憧れますね。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、先日はお会いできて嬉しかったです。またお会いできるのを楽しみにしています。マスクマンさんにもいつかお会いしたいなということで。そうですね。また、はい、時間があればね、お邪魔しますのでね。ね、よろしくお願いしますね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続きまして、はい、はい、そうですね、はい、ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。リスナーのハートを逮捕するの、銭形警部です。急な声を聞かない者は逮捕だ。絶対逮捕しやる。そうだね。今週のテーマファッション、ファッションといえば今だから言える信じられない話だと思いますが、私が21歳の頃に社会人デビューした仕事は、アパレル業界で有名なファイブフォックス、コムサデモードや、うん、ペイトンプレイスなどの DC ブランドは取り扱っている会社です。あら、結構シャレですね。で、こちらで、2年間在籍していたため、白や黒といったモノトーン調のシックなファッションスタイルが好きですね。任会に参加できるときは、清掃なファッションスタイルで皆さんを驚かせたいと思います。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、
マスクマンさん、採用よろしくお願いいたします。またメールにて参加いたします。ありがとうございます。モートンファッション流行った時期ありましたね。そういえば、ね、そうです ね、DC ブランドはね本当に流行りましたからね。流行りました、ね、ケーブね、はい、本当にね今度お会いする時はね全員型ケーブファッションに来てほしいなとっつぁんってやつ本当。はい、ではいいでしょうか、お三方こんばんは。こんばんは、フルムーン新一です。ありがとうございます。ありがとうございます。ファッションというほどではないかもしれませんが、ちょっとしたコレクションを持っています。それは昭和50年に開催された沖縄国際海洋博覧会のアロハシャツ。気ままに買っていたらいつの間にか10枚超えました。添付の写真では全部で8枚ですが 2,3 枚紛失中です。絵柄がカラフルで当時の雰囲気が気に入っていますが、妻はカラスみたい、あ、鳥みたいかな、あ、鳥か、鳥みたいと言って白い目で見ています。では最後まで聞いてますということで、あ、はい、ありがとうございます。ちょっとこれ、この写真がね、あ、ファッションがあるんですね。結構すごいね、柄がカラフルですね。カラフルですね。はい、はい、次はですね、はいはいはい、あ、ラジオネームはドリフターズ、ドリフターズさんですかね。はい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。テーマファッション。今年のファッション水着は貝殻ビキニが熱い。シジミの貝殻ビキニが似合う。リスサイズをヨロマグナム。あのね、結構マニアックだよね。あのね、シジミは。ねえ、シジミじゃ隠しきれるかな。まあそのサイズがありますよね。シジミもサイズあるか。もう自分たちのね世代のだと、あの貝殻っていうと武田久美子で。そうなんだよね。うん、だからこの、え、何武田久美子って、え、武田久美子、武田久美子が、うん、貝殻で、あの、うん、なんだあの貝は、あれ何でしたかね、あれね、ちょっとあの波打ってるような貝ですよね、うん、貝ですよね、うん、それがホタテ貝かな、ホタテ貝か、そう、それそれちょっと なんでこの二人で盛り上がってる、それがビキニ、そうそうそう、まああれはね本当にね、王子もたまにね出ちゃってるから話があって思っちゃう時ありましたけどね。全然わかんない。武田久美子さんの世代なのね。はい、そうです、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか最後こんな感じでエンディングいきましょうか。はい、エンディングです。はい、はい、はい、ではでは来週のテーマは健康。はい、健康な体を維持するために何かしてますか？それ、私の健康法とか健康に関することなら何でも OK です。はい、またメール送ってください。はい、はい、この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイトザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、今週もありがとうございました。そういえばバネサさんのあの CM がね、うん、はい、あのバネサさんの生声になり、生声ってか、はい、声になりましたね。まあね、大城バネサさんの生声、うん、生声ね、はい、の CM になりました。なりましたね。気がついたでしょうか。はい、王子まで初めて聞いたからね、今日ね、ドキドキしちゃった。いや、ドキドキするから。はい。はい、ということで、ウィーラブコザシティさんが、今日名鉄名古屋駅行きました、ロープ張られてますということで、奈々ちゃんの足元通れない。ああ、そうなんですか。はい、ということで、はい、はい、では、早いな。では、今週もありがとうございました。ありがとうございました。閉店ガラガラ。どうぞ。まだあるって。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。きまして、はい、それではまた来週。来週聞いてくださいね。はい、ま、よろしくお願いします。バイバイ。